江の英介は、日本の病理医、神戸大学博士、若手研究者のキャリア問題や医療のあり方を考える活動を行っている。著書、博士漂流時代にて科学ジャーナリスト賞2011を受賞。1971年10月16日生まれ、神奈川県横浜市出身。1995年東京大学理学部生物、学科動物学専攻卒。 同大学院進学。博士課程中退後、神戸大学医学部医学科に、学士編入学。医学の学業とともに、山村博士氷教授の下で、生科学の研究を行う。2004年卒業、医師免許取得。2006年博士。2009年神戸、大学医学部附属病院特定助教。兵庫県阿公市民病院にて一人病理として、勤務の後。 2011年8月からは、近畿大学医学部病理学教室医学部講師。2015年4月から、近畿大学医学部附属病院臨床研究センター、講師として、研究倫理教育を担当。病理学教室、病理診断科も兼任しており、病理診断、医学教育も行う。二千十九年から二千二十年まで、アコ市民病院で勤務し、その後は、 フリーの病理医として活動。病理専門医、細胞診専門医。2003年、NPO 法人サイエンスコミュニケーションを設立し、代表理事に就任。病理診断医としての仕事の傍ら、自身が研究者としてのキャリアに迷い方向を転換したこともあり、若手研究者のキャリア問題を考える活動を行っている。また、女子中高生のための学塾への参加など、 科学技術コミュニケーションに関する活動も続けている。2010年には任意団体サイエンスサポートアソシエーションを新たに立ち上げ、科学技術政策のあり方を考える活動を開始している。このほか一般社団法人全国医師連盟理事を務める。ありがとうございます。